愛妻、こんにちはです。まだおはようございますなんですけど、まあ詐欺がね、なんかすごいって感じが最近しますね。もう国の機関の名前、こっちでは IRS とか、IRS って言ったら税金を、その税務署みたいなところから電話やら手紙やら、手紙じゃないですね、メールですね、が来たりとか、まあいろいろありますよね。でそれで情報っていうのが結構皆さん処理するのに困ってるんじゃないかなとかって思うんですね。まあシュレッダーかけるのが一番いいんでしょうけど、まああとこういうね、銀行のやつとか、ちょっとやっぱりポンって捨てるのはちょっと心配かなとかって思いますよね。でそれで今日はまあそのね、一つかなとかっていうことで、ちょっとこれを見てほしいんですけど、まあ燃やそうと、ね、このバーナーでこう燃やしますもん、こういう感じで。まあこういう感じでね、燃やすっていうのもありだなっていうやつですよね。銀行のね、ステートメントとかね、あと AAA のやつとかね、保険会社のやつとか、やっぱ住所とかね、名前とかいろんなのが、アカウントのとかが載ってると、やっぱちょっと心配ですよね。ということで、今日はちょっと燃やしてみたいと思います。まあ結構よう燃えますね。思いますね。銀行のやつとインシュランス会社、保険のやつですね。まあこういうふうに燃やすと安心ですよね。で情報が漏れないっていうかね。で周りもね、こんな感じでいい感じなんですよね、景色で。まあ一つの対策になるんじゃないでしょうかね。ということで、ね、こういう感じで、まあ気分もいいですしね。まあ詐欺対策の一つになりますね。で気分もいいしというやつです。Thank you for watching です。アンカトさんです。